っていうか、ちょっと岩佐さんびっくりされたと思うんですけど、その点いかがだったでしょうか。そうなんですよね。そこが本当にびっくりしたし、なんでなんだろうって考えさせられますよね。まあ、日本でもフランスでも、あ、今カトリンさんのお話ですか。カトリーヌさんはね、この OCC のレースについて、話しているんですけど、やはり、UTMB の、ロングレースに出るための一つのある意味登竜門なんじゃないのかっていうふうに言っていますね。これがね OCC の力なんじゃないかということです。なるほど。はい。ね、このいよいよこのUTMBのクライマックスの4日間が始まるっていう雰囲気がこう、ね、はい、このオルシエルに満ちてきてますよね。はい。ね、2年間、まあ、昨年キャンセルになって、その前の年も、前の年はやられたんですけど、多くのランナーにとってはある意味1つ目のレースっていうふうにも、言われるんじゃないでしょうか。あ、そうですね。やっぱこれだけ、まあ、もちろん日本をはじめアジアから、ね、参加しづらいという事情はもちろんあるにせよ、やっぱりこれだけの規模の人々がね、こう選手、そしてまあ我々もそうですけれども、関係する人たちがトレイルランニングに関係してこう一緒に盛り上げてきた人たちがこう顔を合わせることができる機会がね、こうやってこう復活っていうかね、まあまた1年の休みが減って戻ってきたっていうのは本当に嬉しいことだし、また日本ではまた大会開催、大きな大会難しいところありますけれども、まあ、シャモニーでできるんだったら日本でも、まあ、中国でもできるだろうと。いうふうにちょっとね、明るい希望を感じますね。ちょっとこれでね、ある意味一つのまた UTMB がある意味、パイオニアっていうふうに言われてるんですけど、また、コロナ禍の後の時代のパイオニアにもなってもらいたいですね。ね、その通りです。本当にそういう意味はこの後あと30分ぐらいですか。あと30分ぐらいですね。そうですね、35分でスタートしますけれども、今回ウェーブスタートなので、まず最初の第1ウェーブの選手がこうちょっとずつトライに集まっているということになりますかね。はい。こちらがカトリーヌさんの、娘さんですね。はい。似てますね、カトリーヌさんに。こういうふうにこう表に出てこられるのって多分この大会からが初めてだと思うんですけれども、本当になんていうか気鬱していってなんか変な感じですけれど、やっぱもう後継者として存在感はもうすでにすごく感じるなっていう感じの、僕だけかもしれませんけれど、いろいろ大変だと思いますけど、そうですね。これから今まで彼女はソフトウェアエンジニアだったんですよね。はい、ライブトレイルの開発されている、ね、この会社のこう経営もされているというふうに伺ってます。はいはい、今もそっちもやっている、やっていながらこうやって、UTMB のグループとして、はい、いらっしゃるわけですね。なるほど。いや、素晴らしいことです。それがね、上田君もいましたね。あ、いましたね。カトリーヌさんと握手したのかな。はい。上田選手も登場し、あ、良純さんもその隣に見えますね。本当だ、いますね、いますね。はい。で、先ほど話した安心安全の大会を、行えるためには、そのパッサニテールだけじゃなくて、スタート地とフィニッシュ地は、マスクをしないといけないっていうね、そんなルールがあります。やはりね、こうやって、人が集まるところでは、みんなマスクをして、ある意味、自分を守り、周りの人も守るっていうような、そんなルールをね、やっています。そうですね、エイドステーションでもですね、私も MCC で経験しましたけども、マスク着用というルールがこう、ね、守られてました。はい、なるほど、これニコラ・マルタン選手ですね。まあこうやってね、スタート地に立てたことはすごく嬉しいですし、最後まで楽しんで走りたいっていうね、そんなことをね、ニコラ選手は言ってましたね。まあ、ニコラ・マルタ選手、私の手元の資料だと2018年の OCC で7位でフィニッシュしてますね。はい、これがね、トリアンの市長さんです。またね、トリアンに通過するときに、住民のみんなに、挨拶をしたいと言っています。なるほど。でもね、確かにね、昨年こう UTMB がキャンセルされたっていうことで、トリアンの街はある意味一つの大きなイベントをなくしたっていう気持ちだったので、こうやってまた戻ってくるっていうのはすごく嬉しいっていうコメントをしています。なるほど。 UTMB レースのね、特徴っていうのは、UTMB はシャモニースタート、シャモニーフィニッシュっていうことなんですけど、すべてがシャモニーに戻ってくるっていう、シャモニーでゴールをするっていう、そういう特徴なので、今回もこの OCC も、シャモニーにフィニッシュしてくるっていう、だからいつものアーチをフィニッシュっていうのが決まっているような感じでしょうか。そうですね、やっぱり一つの夢というかね、あそこに戻るっていう強いなんていうか、連想というかね、イメージをなんていうかみんな植え付けられるというかね、大きなスタートラインにスタート3種にとっては有名ですよね。はい、シャモニーのあそこのゲートをくぐる、トリアングル・デ・ラーミティのあそこに行くんだっていう強いイメージがみんな持ってると思います。間もなくですね、間もなくスタートしますね。はい、各レースごとにこの音楽が、スタートの音楽決まってて、あ、これは OCC だ、これは CCC だってすぐ伝送できるっていうのもね、 UTMB のそれぞれのレースの特徴です。10秒前ですね。スタートしました。OCC の、スタートが始まり、これからシャモニーの方に向けて、走り始めます。1200人の選手、男子が854人、女子が346人、こうやってね、映像が現地ライブから見えてきます。なかなか新鮮な映像も、見えてきますね。こうやって一緒に、集団の中から右側は本当に走ってるような気持ちになりますね、このね見ていると。実際こうやって、岩佐さんも MCC の時にもいっぱい応援をされてね、そうですね、走り出した感じでしょうか。地元の方が応援してくださっていて、これもねすごく励まされるんですよね。あれあれと、ブラボーと言って励ましてくださるのが本当に励みになるなと。特に後半とかね、辛いところとかは本当にその子に支えられて前に進むという場面が私も経験したことあります。なるほど。はい、前に一歩出たのはどなたでしょうか。こちらはそうです、黄色いシャツの選手ですね。またちょっと後でねご紹介できると思います。はい。第1ウェーブのおそらく約400人が300人から400人の選手がスタートしたと思います。15分おきの